プレイシシミです、えー、仕事はあ映画の録音をやっています、えー、映画の録音というのはセリフを収録したり、あのーまあ、環境ノイズを収録したりっていうことをしてで最後効果音と音楽とセリフをミックスして最後のバランスを取る作業までをしています。関わった作品に田口智郎監督の、えー、色彩のネレーションや、えー、ピース・オブ・ケイクあと板尾逸次さんの火花 北野武史監督のアウトレージなどがあります僕のやってる職業職業というか仕事の中で音っていうのはやっぱりストーリーテラーの一つであって基本映画の撮影に携わってるんですけどあの絵だけでも駄目だし音だけでもダメだしです絵に対して音があって初めて成立話が成立するっていう状態だと思うんですね。ななのでで絵に足りりいところを音音補ったりあの、まあ音で だから画面に映ってる絵だけだと表現しきれないところを効果音とか音楽とかで足していくのでいいわゆるストーリーーリテラの一つだと思いますよくあの僕ら撮影で現場でそのロケーションなんかで現場であのいろんなノイズとかあのまあ風の音とかと一緒に撮るんですけどもやっぱりそれらを なくしてしててまってはその場の臨場場臨感ってなくなってしまううと思うんですのそ,そういうのをある程度生かしつつセリフを明瞭に聞かせるっていうのが後,の後作業ででののの処理の1つつかかなとと聞かせ方の1つだと思うんですけどねこの間も一つ現場でこの1500の方を使わせてもらったんですけどやっぱりすごいクオリティが高いのでロケーションで撮っているとどうしてもノイズが大きく聞こえてしまうというかセリフの明瞭度もそうなんですけど。 ノイズまで明瞭に聞こえてしまうので、あの使っている時にはやっぱり室内での撮影で使うことのが多かったですね。まず最初に思ったのはやっぱり高い方、高い周波数の方がクリアに出てるので、すごいあのきめの細かな音だなという印象はありました。音の密度がすごいあるな、全体的なその音の密度がある製商品だなって思いましたね。あえて言ってしまうなら。 ドラムのシンバルとかっていうのがあのすごい高い方の周波数なんですけどその一つ一つの粒子が細きめが細かいっていうか、まあ、いろんな他のヘッドホンとも聞き比べたりしたんですけどやっぱりそういういいいいところがいいなって思いましたね出来上がったミックスをこの KSE1500 で聞くとあの音の粒がはっきりしているのでセリフ効果音楽っていうののバランス感がすごいよく 聞こえるのでスピーカーで聞いたらあの聞き逃してしまうような小さな音でもあのクリアに聞こえると思います。